上田一氏は日本の卓球選手である京都府舞鶴市出身身長1 7 1トル体重7 0ラム i t t f 世界ランキング最高位は23位団球位は6段 T リーグは TTI や玉所属4兄弟の末っ子父は水泳選手聴覚に障害があった次男上田大輔長女 上田萌がコミュニケーションの一環で卓球をやってた影響で3歳で自身も卓球を始める。その後長女の萌はデフリンピックで金メダルを獲得している。中学時代にトップクラスとして活躍していた松平健太に接戦になったことで青森山田中学高等学校の監督の目に留まり、同校に入学し頭角を表す。 全日本社会人卓球選手権3連覇を成し遂げた。またダブルスの名手でもあり、庭孝樹、吉村寂春、大島正樹、田正美などペアが変わっても結果を出せる器用な選手。プレースタイルは一発で打ち抜くボールが多い男子の中で、ピッチの速さや、台上の小技を武器に試合を進める。特に、チキータレシーブのバリエーションと、カウンタードライブのうまさは、 国内でもトップクラスである。妻の三江も、元卓球選手で上田とは、同じ大学ではなく、早稲が大学卒業。2019年12月時点で医師の診断により、休養状態で国内外の試合には出場していない。長期間の休養状態だった理由について、オーバートレーニング症候群であったことを、告白している。2021年1月の全日本選手権に出場。 ありがとうございます。